はようございます。おはようございます。おはようございます。はい、9月2日月曜日です。ウルさん、マリちゃん、タイエオさん、キッドさん、雑種さん、ルールさん、モーカさん、おはようございます。太陽さん、モーカさん、おはようございます。ハレルヤ。今日はいい天気です。ガッデムさん、おはようございます。今日はですね、こんなに天気です。セミも鳴いてます。みーちゃん、おはようございます。タイさん、おはようございます。 M さん、ユウさん、さくらさん、アンディビさん、早起きしたのでキュウちゃんの昨日のタイムシストを見てます。ありがとうございます。はい、あ、おいさん、おはようございます。今日からですね、チャイスクールが始まります。公立学校も今日からだと思うんですが、私もですね、まあ、生活が少し変わります。チャイスクールのために、これからはいろいろプログラムを作らなければなりません。キッドさん、声だけ聞きながら、出勤、ありがとうございます。シャンさん、おはようございます。先週の金曜の夜に、死んではいけませんというタイトルの放送をしました。残念ですけど、昨日と今日はですね、自殺が多い日だそうです。1年間の中で、昨日と今日がですね、自殺が多いそうですね。それは、夏休みが終わって学校に行かなくてはいけない、行きたくない、いじめがある、小中高大も含めて。ハナさん、おはようございます。ヒコさん、おはようございます。私もですね、実はいじめにあったことがあります。小学校5年の時にですね、転校しました。その時新しい学校でですね、いじめがありました。転校生っていうのはいじめられやすいんですね。なぜ転校生がいじめられやすいのか、まあ、いじめの対象になりやすいということですね。さとちゃん、おはようございます。人間はですね、本来は弱い人、転校生を助けなければならないにもかかわらず、悪魔がですね、悪魔が人間を通して弱い者いじめをさせる。悪魔は弱い者いじめなんです。今日本でも世界でも虐待が問題になっています。自分の子供さえ虐待してしまう、小さな子供を虐待してしまう、老人を虐待してしまう、女性を虐待してしまう。まさにそれは悪魔の虐待の構造なんです。多くの人たちはなぜいじめがあるか、なぜパワハラがあるか、虐待があるか、その理由を知りません。しかし皆さんは知っています。なぜこの社会に本来は助けなければいけない弱い人、守んなければいけない弱い存在を、むしろかえって、いじめて、搾取して虐待してしまうというこの社会の構造、これこそがまさに人間の罪の構造、人間の罪の構造だということを皆さんは知っています。しかし世の中は知りません。多くの人は心理的な理由だけを言って、小さい時の虐待されたから虐待する、まあそれは合ってるかもしれません。心の傷が虐待を生んでいます。アイポンさん、おはようございます。しかしみーちゃん、おいらもいじめられたの。みーちゃんもいじめられましたか。キューちゃんは弱い者いじめしたことありますか。私は、まあ、
小さい時にですね、チャースクール教会学校行ってたということもあって、どっちかというとですね、クラスでね、クラスで友達がいない人たちとか、障害がある人たちの友達になりましたね。まあ意識してたわけじゃないですけど、無意識的にね、無意識的に障害がありそうな、生徒の友達になりました。まあそれは日曜学校に行ってたせいではないかなと思いますが、今そういう友達がどうしてるかちょっと分かりませんが、比較的そういうことがありました。といって私が全くですね、人に対して冷たい態度や悪い態度を取ったことがないということではありません。私はクリスチャンになってですね、いかに私は愛がなく冷たくて無慈悲で不親切で不寛容な存在だということが分かりました。ですから皆さんに、イエス様の教えを、まあ、解きながら自分自身も悔い改めて、私たちは悪魔のようなあり方ではなく、イエス様のようなあり方、イエス様のような、隣人を自分のように愛するような生き方、それは私自身も学んでいます。皆さんに、説明しながらもちろん自分も学んでいます。ゆかりさん、おはようございます。納豆さん、おはようございます。シャンさん、私も10年間いじめに遭いましたが、イエス様から与えられた命を大切に生きていこうと思っています。アメン。シャンさん、10年もいじめられたんですか。わあ。私はせいぜい 2年ぐらいですかね。私も 1,2 年ですね、せいぜい。でもやはりですね、知りたい気持ちになったような感じもあります。そして、そのいじめてる人を憎しみました。また親にも相談できず、先生にも相談できず、どうしたらいいか、いろいろ悩んでるのを今でも覚えています。タイさん、あなたの隣人をあなた自身のように愛すよ。もし社会が、一人でも多くの人が、いじめではなく隣人を自分のように愛したら、社会は変わります。ヒトさん、ハレルヤ。ですから、多くの人にイエス様の愛を伝えたいのです。このいじめ社会、虐待社会の中でイエス様が必要である、イエス様の愛が必要であるということは皆さんは同意されると思います。そして嬉しいことに、皆さんはイエス様を信じて、皆さん自身も悔い改め、皆さん自身も神の愛を生きようとしていることは本当に素晴らしいと思います。本当に素晴らしいと思います。それでですね、いじめられた時に死にたくなる気持ち、学校にも行きたくないし、家にもいられないし、もう、死ぬしかないと思う気持ち、それは皆さんも理解できると思います。でもそういう子供たちがイエス様と出会って、そのいじめてる人を許そう、とか、イエス様が守ってくれるから大丈夫だとか、また、公立学校
行かなくてもイエス様の勉強をしたいとか、まあ、いろんな道があります。そういう子どもたちが、まあ、この放送に触れたり、また別なことによってイエス様と触れてイエス様の救いを受けてほしいと思います。シャンさん、私も同じように日々悔い改める人生を送って、牧師さんも悔い改める人生を送っておられるのですね。兄弟姉妹みんなで手を取り合い信仰に燃えていきましょう。アメン、アメン。太郎さん、なぜ虐待を受けた子供は大人になって自分の子供にも虐待してしまうのでしょう。人間は罪人です。罪人というのは結局は悪魔にコントロールされているからですね。悪魔が人間をいじめたいのです。ですからその人が誰に支配されているか、が大事なんです。多くの人はですね、神様によって作られて、せっかく神に似せて作られた、せっかく神に似ている、神の素晴らしい栄光を表すことができるものとして作られたにもかかわらず、人間は悪魔の支配の中で生まれてきてるんです。チックさん、はじめまして。多くの人たちはそれを知らないのです。多くの人たちは自分はどういう存在で何のために存在し何のために生きるべきかを知らないのです。それは、悪魔が人間をコントロールし、悪魔のために生きるように仕向けているからですね。悪魔のために生きるというのはどういうことでしょうか。それは、イエス様を信じないで自分のために生きる、イエス様を信じないで悪魔がしてほしいことをする、まあ、罪を犯すと言ったらいいでしょうか。悪魔は人間をコントロールして罪を犯させたいのです。その罪を犯すというのは神様に敵対するということです。罪を犯すということは神の栄光を表さないで悪魔の栄光を表すということです。多くの人は知らず知らず悪魔の栄光を表しているんです。せっかく人間が神の栄光を表すものとして作られたにもかかわらず、神の栄光を表さないで悪魔の栄光を表している。そうでしょう皆さん。いじめるとか虐待するとか、それは神の栄光ではないですよね。人をいじめる、弱い者をいじめする、それは悪魔の栄光なんですよ。悪魔の栄光ですから、虐待している人も矛盾を感じながら、後ろめたさを感じながらいじめをしているかもしれません。シャンさん、全知全能の神様を見習い神様のために働きます。アメン。ごまちゃん、おはようございます。太郎さん、虐待は悪魔の仕業なので自分ではどうすることもできないと思っていいでしょうか。その通りです。多くの人は分かっているけどしてしまう、いけないと思ってしてしまう、それが奴隷です。奴隷というのは鎖があるので自分の好きなようにはできないのです。奴隷というのは仕方なくさせられる、仕方なく悪魔の言いなりになっている。罪の奴隷という言葉が聖書にあります。罪の奴隷というのは罪を犯したくないけどしてしまう、罪を犯したくないけどしてしまう、それが悪魔の奴隷です。罪の奴隷です。皆さん、その感覚はわかると思います。
関東大震災の時、昨日が関東大震災の日でしたね。朝鮮人に対する虐殺があったのは本当、本当です。本当です。それも弱い者いじめですね。弱い者いじめです。鳥は神の栄光を表してさえずります。花は神の栄光を表してきれいに咲きます。自然は神の栄光を表しています。太陽も、地球も、星々も、それを作った神様の栄光を表しています。しかし、神様に作られた人間が、神の栄光を表したらどんなに素晴らしいでしょうか。神に似た人間が神のように生きたらどんなに素晴らしいでしょうか。神様はそれを思って人間を作りました。しかし強制して作ったのではなく、動物や自然のように自由意志がなく作ったのではなく、神様は人間に自由意志を与えて作られました。しかし人間はその自由意志で、私たちは、悪魔を選んでしまっています。死を選んでしまっています。せっかくの素晴らしい可能性を持った神の栄光を表すことができる人間が、せっかく神の子となれるような、神の子として生きることができる人間が、サタンに騙されて悪魔の子になり、悪魔の奴隷として生きている。それが人類の悲劇であり、この世界の悲劇です。皆さんはもう学びました。もう皆さんは学びました。この社会がなぜこんなに悲惨なのか。この社会がなぜこんなに悲惨なのか。皆さんはもう学びました。子供たちがいじめで自殺してしまう。いじめがあること自体がもちろん問題です。しかしその時に、その、子供たちが、そのいじめた友達を許し、イエス様に会って励まされて耐えることができるような状態ではないということです。孤独で苦しくて誰にも助けられない、助けてって言えない、孤独の中で自殺していく、これはまさに悪魔が人間を孤立させて、悪魔が死んだ方がいいよと嘘吹いて、多くの、弱い子供たちを死に追いやっている。大人は大人で、子供たちに対して、理解が十分じゃなくて、また励ますようなことができなくて、神の愛がなくて子供たちを慰められない、導けない、苦しんでいる子供たちに対する十分な祈りや配慮ができない、そこに悲劇があります。ライフさん、おはようございます。タイさん、ルカの2:14、意図高きに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人にあるように。太郎さん、いじめをする人間の中に悪魔が住み着いているのですか。そうです。人間の中に悪霊がいるのですね。悪魔がいると言ってもいいでしょう。人間の中に悪魔がいて、その悪魔が罪を犯させます。罪を犯すというのは、まさに悪魔に従っていると言えるでしょう。悪魔に従って罪を犯してしまうのです。
どうしたら悪魔を追い出せるのでしょうか。そこです、タロスさん、そこが大事なポイントです。人間は自分の力で悪魔を追い出すことができません。人間の力でその悪魔の鎖を断ち切ることができません。パウロは言いました。ああ、その罪に支配されている私はなんと惨めなんだろう、誰が助けてくれるだろうか、誰が助けてくれるだろうかとパウロは言いました。そうです、イエス様だけです。私たちは奴隷が自分で自分を救うことはできません。どんなに力のある人、どんなに、能力がある人も、人間は、悪魔の鎖から逃げることはできません。悪魔から救うことができるのはただ一人、ただ一人、イエス様だけが人間を救うことができるお方です。そのことを多くの人は知る必要があります。モーカさん、昨日の礼拝でイエス様から永遠の命をいただくには、イエス様の教えをしっかり守り、神の愛で生きていかなければならないと再度学びました。いじめで自殺しそうな人を助けたいです。アメン、アメン。シャンさん、イエス様が私たちを応援して、くださるので、悪魔社会のいじめに屈しないで生きていただきたいです。アメン、アメン。太郎さん、悪魔が住み着いてしまう原因は何ですか。それはですね、人間はアダムとエヴァによって悪魔の子として生まれてくるからですね、悪魔の子として生まれてきて、またこの世で汚れていくんですね、この世で人間は汚れていきます。うまちゃん、昨日キューちゃんの動画拝見しました。ありがとうございます。シックさん、悪魔って本当にいるんでしょうか。いますよ、悪魔は本当にいます。聖書にちゃんと書いてありますね。聖書では、悪魔に立ち向かいなさいとあります。神が悪魔を作ったのではありません。神様が悪魔を作ったのではありません。神様は天使を作ったんです。しかし、私たち人間も神様に逆らうときに、私たちは、悪魔の支配に陥ってしまうんです。太郎さん、悪魔の子なのに悪魔が住み着かない人は何が違うのですか。いえいえ、太郎さん、すべての人は罪人ですね。すべての人は罪人です。しかしイエス・キリストを信じる者は神の子になれるんですね。イエス・キリストを信じる者は神の子になります。シャンさん、汚れた私たちを救ってくださるお方はイエス様ただお一人ですね。その通りです。皆さん、せっかくの人間、せっかくの人間が悪魔にダメにされてるんです。皆さん、例えばですね、スマホをですね、スマホをトイレに落としたら使えなくなります。せっかくのスマホがですね、トイレの中に落ちるだけで使えなくなります、ね、もったいないですね。もったいないです。人間も同じです。人間もせっかくの人間が、イエス様に、イエス様を信じてイエス様の教えで生きるならば、素晴らしい神の働きができるのに、神様のような働きができるのに、悪魔の言うことを聞いて、ね、悪魔の言うことを聞いて、もう
トイレに落ちたスマホのように、全く使えなくなる。神の栄光を表さないばかりか、罪を犯してかえって逆に、まあ役に立つどころか、悪いことをしてしまう。本来人間は善を行い役に立つものとして作られたにもかかわらず、多くの人は罪を犯し役に立つどころか、むしろ、その他の人々に害が与えるような、いじめをするような、虐待をするような、かえって反対のことをするようになってしまう。せっかくの人間がかえって悪魔の栄光を表すようになってしまう。それが、人類の日、キュウちゃん水没したことあるんですね。去年の5月ですね、フィリピン行った時ですね、プールにスマホを落としてしまいました。放送中じゃなかったかな、あれは録画だったかな、録画してる時かもしれませんが、夜ですね、真っ暗なプールの中にスマホが光ってました。このプールの下の方で私のスマホが明るく光ってましたけど、しばらくしたら消えました。人間もこの世で水没すると、この世の中で水没すると消えてしまいます。せっかくの光が消えてしまいます。私たちはこの世の中で生きるならば、信仰が消えてしまいます。スマホが壊れてしまうように、私たちもこの世で生きていくと、罪にまみれて信仰の火が消えて、罪を犯すようになってしまいます。せっかくの人間が神の栄光ではなく、イエス様の栄光ではなく、悪魔の栄光を表してしまいます。それはとても残念なことです。いじめや虐待で子供たちが自殺をする、それは残念なことです。せっかくの人間が悪魔に殺されているということでしょう。若い子供たちが虐待を通して、いじめを通して悪魔に殺されているんです。鳥のひながカラスに食べられてしまうような、その人間の子供たちが悪魔に食い潰されている。それがこの世です。ですから神様が悲しんでいます。ですから私たちは、自分が悪魔の味方をする しないだけではなく、私たちは一人でも多くの人にイエス様を述べ伝えて、多くの人が悔い改めて、罪から悔い改めて、イエス様の栄光を表し、イエス様の栄光を表す素晴らしいあり方、素晴らしい生き方をするように、私たちは伝道する必要があるのです。皆さんはそのように真理を理解して、皆さん自身が罪を悔い改め、イエス様の栄光を表すようになってきたんです。皆さんは本来の人間に回復しているのです。以前は歪んでました。以前は間違ってました。以前は、罪によって
悪いことをしてました。しかし皆さんは今悔い改めて、悪魔の鎖が断ち切られて、今皆さんはイエス様に従おうとしています。今皆さんのイエス様の言うことを聞いて、善を行おうとしています。それが本来の人間です。本来の人間、それは悪魔に従うことではなく、イエス様に従うこと、イエス様に従うことこそ本来の人間なんです。本来の人間なんです。ジデロンさん、なぜ多くの人は人間ではないんでしょうか。それは、まだイエス様を信じてない、罪人のままだからですね。罪人のままだからです。モーカさん、偶像崇拝ではなくイエス様に罪を告白し悔い改めることができて幸せです。花火さん、サタンを滅却しました、ハレルヤ。シャンさん、悪魔社会からイエス様の信仰によにチェンジ、ハレルヤ、アメン。太郎さん、聖書はイエス様が書いたものではないのになぜ信じられるのですか。イエス様の教えが書かれてますね。イエス様の教えが書かれてます。太郎さん、イエス様の教えを学んで何か気がつきませんか。イエス様の教えを学んでですね、太郎さん、確かにこの教えは人間の教えではない、確かにこの教えは神の教えだと気づきませんか。イエス様の教えは本当に素晴らしい、尊い教えだと気づきませんか。ゆかりさん、悔い改めてイエス様に従うことができる恵みを感謝します、アメン。はい、それでは明かしタイム行きましょう。イエス様を信じて、悪いことをやめて、自分の栄光を表すのではなく、神の栄光を、表せるようになってきた証。イエス様を信じて罪を犯さなくても良くなってきた証。鎖が断ち切れて、罪の鎖が断ち切れて悪いことをしなくなってきた証。スタート、スタート。花火さん、神が導いています、見えてきました、ハレルヤ。カーネル君、神が愛であるならなぜこの世に苦しみがあるのですか。神の愛がまだ伝わってないからですね。神の愛が伝わるなら苦しみがなくなってきます。キッドさん、天の窓を開き溢れるばかりの祝福を、アメン。シャンさん、素晴らしい伝道に涙が流れてきました、アメン、アメン、アメン。ごまちゃん、どうやったら神様側に行けるか考えながら生活していった、アメン。素晴らしいです、アメン。ジュデロンさん、十五夜の月見をしてもいいですか。いい月見はですね、お月様と言いまして、月を拝むことですからしてはいけません、ね、神が作った月として見るならいいです。月も神様が作って、意味を持って月を作りました。でも月を拝んではいけません。やすきさん、おはようございます。大石さん、おはようございます。野猿さん、おはようございます。それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、この世はですね、この世は闇で、この世界が何なのか、人間は何なのかを知りません。
人間がなぜ悪いことをするかも知らない。人間がどうしていじめがあるかわからない。いじめは良くないということはみんなわかります。いじめは良くないと言いながら自分がいじめてしまうという、悪いことは良くないということは分かってても悪いことをしてしまう。その理由を知りません。盲岡さん、イエス様を信仰し罪の鎖を断ち切り、悪魔と断絶できました。悪魔の奴隷から解放されたことを喜びます。イエス様の信仰に燃え、もっともっと解放されたいです。アメン。シャンさん、今朝の青空もイエス様からの贈り物ですね。アメン。青空ね、青空です。ヒットさん、いじめはどうしたらなくなるでしょうか。僕は悪魔もいじめられてると思います。悪魔はいじめられてません。悪魔はいじめるだけですね。悪魔はいじめられてません。太郎さん、なぜ聖職者が犯罪をしてしまうのでしょうか。本当の信仰じゃないからですね。本当の信仰じゃなければ罪から解放されてません。油注ぎを受けて本当の信仰ならば罪から解放されます。タイさん、イエス様を信じて自分を捨てる、それは死ぬのではなくイエス様のために自分を生かして生きることと思いました。アメン。そうです、私たちは自分を捨てますが、それは、罪を捨てる、欲を捨てる、自我を捨てる、そういう意味ですよね。ですから本当の自分になるためには、本当の自分になるためには罪を捨てる必要があります。みーちゃん、みんな生きて、それがイエス様への恩返しだから。そうですね、そうです。サタンに人権はないのですか。サタンに人権はないと思いますね。サタンに人権はないと思います。それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、皆さん、人間とは何かが分かりましたか。人間は、何が問題だか分かったでしょうか。そしてどうすればいいかが分かったでしょうか。太郎さん、キュウちゃんはどんな状況に置かれても犯罪に手を染めてしまわない自信がありますか。太郎さん、人間は誰も弱いのです。私も気をつけなければ罪を犯します。ですから私は罪を犯さないように気をつけます。絶対罪を犯さない人はイエス様だけです。イエス様だけが、絶対罪を犯しません。私たちは弱いのです。でも私たちも、信仰を強めて、罪から離れることはできるのです。ですから気をつけて、私たちは罪から離れる必要があります。あらゆる努力をして罪から離れようではないでしょうか。ヒトさん、またお会いしましょう。シャンさん、今朝も多くの証に感謝します。イエス様、私たちを罪からお救いください。サタンが働いています。サタンが私たちを誘惑し騙そうとしています。ですから私たちはイエス様が必要です。私たちがイエス様に近づくならば守られます。もし、私たちがサタンに近づくならば、騙されます。
この世を愛するというのはサタンに近づくことです。欲で生きるということはサタンに近づくことです。しかし皆さんが信仰で歩むならば、それはイエス様に近づくことです。信仰で歩むならばイエス様に守られます。もし皆さんが不信仰で生きるならば、悪魔に近づいて、悪魔に騙されて悪い方に行ってしまうんです。ぜひ皆さん、そのことを理解しましょう。私たちは、サタンに近づいてはいけないのです。イエス様に近づくのです。イエス様に聞き従うのです。サタンの言ってることに騙されてはいけません。私たちは、イエス様の御言葉を学んで、イエス様の御言葉を学んで、サタンの嘘に、気づき、サタンの嘘に、が分かります。理解できます。そしてサタンの嘘を退けます。サタンに騙されてはいけません。サタンに騙されてはいけません。自殺する人はですね、死んだ方が楽になるよ、死んだ方がいいよって騙されて死んでしまうのです。本当にサタンの声が聞こえるそうです。今飛び込めとかですね、今、死になさいと、本当にサタンの声が聞こえるそうです。悪いことをする人は大体サタンの声が聞こえます。ハナさん、すいません、せっかくの人間がって意味が分かりません。ハナさんね、悪いことする人は、ね、悪いことする人は、せっかくの人間なのに悪いことするのおかしいと思いませんか、ね、せっかくの人間が、自殺してしまう、それはおかしいと思いませんか。多くの人はせっかくの人間なのに、せっかくの人間なのに善を行わないで罪を行っているということですね。多くの人はせっかくの神様に似せて作られ、イエス様の栄光を表すことができるせっかくの人間なのに、悪魔の栄光を表しているというのが今日のタイトルです。それでは、皆さん今日の放送を聞いて、ああそういえば私は知らず知らず、自分で当たり前だと思っていたけど、罪を犯すことは、良くないんだ、悪い言葉、悪い態度、悪い行いはふさわしくないんだ、自分は神様に似せて作られた人間だったんだ、単なる動物ではない、猿から進化した猿ではないんだ、私は神様に似せて作られた素晴らしい存在だったんだ、だけどサタンに騙されて悪いことをしていた、悪いことをしてきた、ああ私はなんと惨めなんだろうか、イエス様によって救われたい、悪魔から救われたい、悪魔との鎖を断ち切ってほしい、悪魔から救われて神の栄光を表したい、イエス様の栄光を表したい、神の愛で歩みたい、人をいじめるのではなく人を慰め人を助けるような生き方をしたい、そう思う人はアメンと言ってください。アメン、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 アメン。天の父様、感謝します。私たちは人間として作られて、神様に似せて作られましたことを本当に感謝します。多くの人は自分が 何のために生きているか、どういう存在かを知りません。進化して存在する、たまたま生まれた、たまたま生きているとしか思っていません。そして、罪を犯した当たり前だ、人間だから悪いことをしても普通だ、ちょっとぐらい悪いことをしてもいいんだと多くの人は思っています。そうではありません、そうではありません。私たちは、サタンに騙されて罪を犯しています。イエス様、どうぞどうぞ、今アーメンと言った方々が、
ああ悪いことをすることは本来の人間ではないんだ、悪魔に騙されて悪いことをしてたんだ、これからは悪いことをやめてイエス様の教えを実行し、イエス様の栄光を表す本来の人間、本当の人間、私たちを作った神様の御心に御心を行うような人間になりたい、これからは、罪から離れ神の栄光を表す人間になりたい、そのような生き方をしたい、もう罪によって苦しみたくない、人を憎んだり嫌ったりするような生き方ではなく、神の愛で人を愛したい、そのように、決心しています。回路を導いてください。それができるようにしてください。そして、世の光となって、日本の光となって、多くの人にこの福音を伝えることができますように、この真理を伝えて多くの人が神様に立ち返るように、自分の人生、自分の生活をかけて、自分の全身全霊をかけて、イエス様を述べ伝える決心ができますように、自分のために生きるのではなく、欲のために生きるのではなく、罪のために生きるのではなく、イエス様のために命をかけていきたい、と、そのように今決心できますように、リスナーを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、皆さんは、とても素晴らしい存在として歩めます。もう本当に人間として、本当の人間、最高の人間、皆さんはイエス様の栄光を表す最高の人間として生きることができますよ。喜んでください。求めてください。決してサタンに騙されてはいけません。サタンに騙されない、正しい生き方をしましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。ありがとうございました。シャローム、良い一日を。シャローム、良い一日を。シャローム。